ラッチャチャラリラトリララララリリラミツハシ TV みなさんこんにちはこんにちはミツハシ TV のお時間です先生、今日はこれはね、ほら見ろと力の限り叫びたい話があるんですよはいこれね、最初からそうなるよという,ふうに予想してたの多分私だけだと思う っていう話なんですね、はい、なんで日本銀行がこのタイミングでその金融政策を変更したのかあえて利上げって言わんだけど金融政策を変更したのかっていうのをですね、はい、そのある別の省庁がこれ野望があるわけですね別の省庁が日銀ではなくてかの有名なところが、はい、完全にそれだっていうふうに言ってたらその通りの記事が出たんで。は ということをちょっと今日話したいんですが、すまず宣伝ですけれども、えー、形成史論ですが、えー、今月は高等論第63回、日本第一の大天狗、歴史時事第63回、ワテルロの戦いで、えー、お届けいたしますので、ぜひこちらもご入会いただければと思います。はい、まずね、えー、ちょっと何が問題だったのか。今から、まあ、4月、5月、6月にかけて、 骨太の方針2024の議論が始まるんです。うん,うん、う、は、ん、い。毎年やってんじゃないですか。やってますねで。今年はかなり重要なの。なんでかと,いうと3つ理由があるんですけど。1個目。プライマリーバランス、黒字化目標が25年度じゃないですか、目標の期限が。はい、で、どうせ達成できないししちゃいけないんだけども、つまり、新たな財政指標を骨太の方針に入れるタイミングなんです。あ、そうだったな。例えば、一番シンプルだと、例えばやったら困るけど、25年度目標を30年度に伸ばしますとかね。 はい。まあ、それを、そういうのをとにかくやらなくちゃいけないタイミングなんです。うん、これ1個目です。うん、はい。2本目ですけど、二個目ですけど、2015年の骨太の方針から、えー、社会保障支出を除く政府の支出について、3年間で1000億円以上は増やしてはいけないというキャップがはめられてるって話をですね、ここ数年やってましたでしょ。はい。あれの切れるのが今回なんですよ。今年なんです。 やばいですね。だから、次のキャップどうするんですかとか、はい、キャップなんかいらないんだから、うん、こんなもの外って議論もしなくちゃいけないです。うん,うん。うん。はい。で、三つが、三つ目がですね、はい。あの、財政法4条で、日本は特例交際、いわゆる赤字国債の発行は禁止されてますけど、してるじゃないですか。あれ、どうやってるかというと、えー、特例交際法というのを通して、財政法4条を上書きしてるんです。で、前は、毎年やってたの、これ。 めんどくさいんですよ。うん、めんどくさいから、数年分まとめて特例交際法を通して、その期限が切れるんですよ。えー、だから、また通さなくちゃいけないの。どういう形であっても。はい。という形で、この3つが重なったから、ここで絶対財務省は、その、プライマリーバランス黒字化以上の厳しい財政仕様を突っ込もうとしてくるよと言ってたんですよね。うんうん、具体的に何なのか。これもね、昨年の時点から見えてたんで、はい、うん。なんか、 私しか言ってないから言ってる人いなかったですね。寂しかった。はい。プライマリーバランスってそもそも何なのかというと、政府の歳入、こっち歳出ですね。はい。で、この国債償還と利払い費はとりあえず気にしなくていいでしょうと。はい。で、政策的経費、だから社会保障とか、えー、公共事業とか文教費とかですね。これを税収等で賄えてますかという、そういう え、指標なんですね。うん、で今は全然賄えてないから、うん、ここが PB の赤字になってます。プライマリーバランス赤字で、これを黒字化するという目標を立ててたわけです。すなわち、税収等で政策的経費を全部賄いますとなると、ここの部分が PB の黒字になるわけなんですよね、うん。はい。やっていけないですよ。はい。やっていけない。はい、こういうことになったんだけど。で、次何やってくるかというと、例えば税収等と政策的経費が一致したとしたらでしょ。いわゆるプライマリーバランスの達成です。 黒字化っていうよりも、達成した場合、財務省何言ってくるかというと、いやいや、またこれ利払い費があるじゃねえ。<laughs> はい。利払い費があるだろうと、はいで。これを入れたら、財政収支が赤字だから、財政収支を黒字化しようぜっていう目標に切り替えてくるって言ってたの、私は。ああ。でもそもそもその利払い費を、その、 中に入れててる国っいいうのはないそもそも PB とか財政収支の目標を立ててる国ないんで <laughs> あ。そうです。そうです。<laughs> 一応ね、一応言っとくと、その欧州のユーロ加盟国は、回し取りト条約で、この財政収支の赤字を対 GDP 比で3%以内にしなさいという、そういう条約になっとるんですよ、確かに。はい。でも守れっこないし、守ってないのね。でしかも最近それ完全に緩めた。 無理だから、そんなことしたら。はい。でも、財務省は多分それをやってくる。ださすがに財政収支の黒字はないかもしれないんだけど、この財政収支の赤字を対 GDP 比で3%にやることっていうのは、やると思う。なんでかというと、97年の財政行動改革法で一回やったの、これ。それ大変なことになって、オブジェ内閣がすぐ執行停止にしたんです、その財政行動改革法を。それをまた復活させようとするな、というふうにずっと思ってたの。その時に、はい。問題になるの、はい、彼らにとってでしょ彼らにとって問題になるのは、 この利払い費なんですよね。なん、うん、でかというと、日本って金利がめちゃめちゃ安いじゃないですか。はい。はい。で、これがですね、10年もの国債金利のえ令和に入って以降のす、あの、推移なんですね。で、これ上がってるって話じゃなくて、上がったところで1%も見てないんだけどね。上がってるって話じゃなくて、日銀が次第にえ長期金利、まあ、いわゆる長期金利なんだけど、これの上限を上げてきましたよ高さが上がってきたのね。で、今だいたい0.7%ぐらいで推移してるんだけど、ここちょっと上がってんじゃないですか。 覚えてますかね昨年の春から秋ぐらいにかけて、ファンドが日,、はい、日本国債に対して空売り交際したの。絶対負けるぜって言ってたら負けたんですけどねう。日銀に叩き落とされたわけですよ。ドーンってって。当たり前だよね。だって指先一つで国債買うんだから、日銀って、うんはい。で、結局日銀がコントロールしちゃうっていうのがですね、証明されちゃったんです、あの時。ファンドがどう仕掛けようと関係ないんですよ。指先一つで日銀当座金増やすだけで買っちゃうから、国債。 じゃあ、ファンド側からしたら、すごく邪魔な。毎回毎回これやってんの、彼ら <laughs> <ー>。3回目か4回目、私の記憶で。えー、毎回死人が出てんだけど、こ,この時死人が出てなきゃいけないけどね。<laughs> はいは自殺したところでしょ。<ー>はい、だって、ウィードキラーって言われてんの。あ、違う、ウィードメーカーね日銀って。ウィドー,ーウィドメーカー。未亡人製造機って言われてんの、日銀。えー、でもやるんだよね、彼らね。本当と、バカなんじゃないの、本当に、えー、まに。それはいいんだけどね。それはファンドの話。問題は、財務省にとってこれが非常に都合が悪いってことです。うん さっき言いましたよね。財政収支というのは、利払い費を含めた収支ですよと、と。で、例えば、PB が、あの、成立したとしても、利払い費が大きくなればなるほど、緊縮を強要できるんですよ。財政赤字がこんなに拡大してますよ、と。えー、でもこれ、はい、日銀がコントロールしたっていうのね。うんうん。はい。だから、金利が上がります。そう。上がります。一応ね。 想定金利っていうのは財務省作るんですけど、鉛筆なめなめ。めっちゃ高いですからね。1.9%とか言ってるからね。あのこ、え、来年度予算あ、来年度予算、ちょ。で、いやいやいや、ちっと待っ0.7%じゃねえか、現実。同じでいいじゃんって話なんだけど、それだと都合が悪いから、めちゃめちゃ膨らませるの、リバラヒ。でもう一つ都合が悪いことがあって、これです。イールドカーブコントロールはい。 あの、さっきの10年もの国債金利の話だけなんですけど、日本銀行って恐ろしいことに、1年ものは何パー、10年ものは何パー、40年ものは何パーって形で、こういう、これ、あの、償還期限ね。償還期限ごとの金利を設定してしまって、そこに誘導しようとして実際できちゃってるんですよ。うんうん、国債金利について。はい。これがですね、すごく邪魔なのだから。だから、イールドカーブコントロールが成立している以上ですね、10年もの国債金利について、彼ら1.9とか言ってるんだけど、ここに設定しちゃってるから、日銀が。 だからこうなるに決まってるんですよ国債買うだけなんだけど日銀って。するとさっきの財務省の,その利払いがこんなに膨らんでますよ、はい、あるいは膨らみますよっていう理屈が通じなくなるんですよ。でも今回その上田さんがその利上げとは言わずに金,金融緩和的なことは続けます <laughs> そうそうみたいなことを言ってましたけど、はい、それって政策的に両立するあ上田るんがあってる 金融緩和の転換なで、金融緩和のやり方を緩めますってことなんですよね。<ー>だから金融引き締めに行ったわけじゃないの、別に。でも、今回のが重要だったのは、うん、まずはマイナス金利政策が撤回されたので、<消>あれね、何の影響もないと思うよ。我々には。 あ、そうです。住宅ローンとか、ね。あらん、い上ん、らない,上がない短期プライムレート上がらないと思うから。まあ、それちょっと前に話して固定にした方がいいとかっていう。乗っちゃダメ乗っちゃダメ乗っちゃダメ。ダメどうせ短期プライムレート上がらないとあの変動機に上がらないから、あんなほっとけえんだけど。はい。でもなんかそういうイメージですよ。うんうん、あ、金利上がっていくんだ。もう一つ。この枠組みは撤回されたの。うん、今回。でも、日銀の上田総裁は、この国債については、今まで通り買っていくんで、これがボーンと跳ね上がることはないんだけど、 でも、3月19日の前と比べたら、いかにも金利が上がっていきそうな雰囲気になりましたでしょ、はい、しこれです。これが財務省欲しかったんです。えー、え、財務省の意向が、あの、日銀に入ってる。私は絶対そうだと思う。 ってことなぜな,なんでこんなこと言うかというと、ええ、3, 月3月の金融政策決定会合で、はい、春闘で賃上げ率が5%ぐらいに達したら日銀がマイナス政策金利政策をてあのやめるっていうようなのが昨年かからら流れてたからねでもそれって岸田首相がやっぱり、まあ、支持率低迷してきて自分たちの延命のためにちょっと景気が回復した感を演出したいからだみたいな。 いう,う論者もいますけど違うと思う違うんですかその裏には <laughs> 意味だって意味がわからない今のだと、うん、だって要はこれからその実質賃金の数字出てきますけどあの賃上げ率は確かにシュントは5%だけど、はい、6月に実質賃金がマイナスだって出ますよは本当ですか,でか昨年だって3.5%だったのにそのマイ実質賃金マイナスだったでしょ、うん、それは あの、要は、春闘の関わってる人って、人口のじ、あ、就業人口の16%に過ぎないから。それだけ <laughs> それだけなそれす労働組合に入ってる人、要は。それ以外の人関係ないんだもん。関係ない,ない、はい。残り84%も5%上げてくれたらですよ。上がったら、うん、それは実質賃金上がるけど、うんはい、あ、そうならないです。ならならないと私は思ってるのね。うん、ただ少なくとも、6月まで見て、それで判断すべきじゃないですか。日銀は。はい、はいで。なんで春闘なのと。それは3月じゃないとダメだったからです。 つまり、この議論が今から始まるんで、<ー>間に合わないんですよ、6月じゃ。なるほど、はい。で、その証拠に、もう、ボン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 日銀がね、あの、金融政策を変更するっていうのがリークされて、いろんなメディアに出て、外国の新聞から呆けれられてますよ。森永康平さんは、おもらしって呼んでましたけどね。はい,はい、はい。そんなことあっちゃいけないじゃないですか。うん、でもあれは既成事実化です。 うもう上がるんだよーってあいあの、マイナス金利がなくなるんだよーみたいなのをこうリークして、それで日銀の金融せけ、えー、政策決定会合に影響を与えたとしか思えないです。うんああいうふうにおもらしすると、やっぱ得する人もいるわけでしょだから、利上げが、利上げというか、まあ、マイナス、えー、政策金利政策の終焉というのが、はい、都合がいい人たち。あるいは、いろいろ株コントロールの枠組みがなくなると都合がいい人たちでしょ、うん、財務省ですよ。うん そうすると今の、これからの議論で自民党のた人たちに対して、これは、だって利払い費はこれから膨らんでいくんですよと。だからプライマリーバランスなんて甘いこと言ってちゃダメ。財政収支で、緊縮目標を立てましょうっていうようなレトリックが使えるし、実際にその財政健全化推進本部の古川たちは言ってますもん。んで、財務省もこれからは利払いも見なくちゃいけないって繰り返してたの。だからこうなるって言った。 でも繰り返すけど日銀がこのイールドカーブコントロールの仕組み持ってたら <laughs> 通じないんですよ。えなんそんなこと言ったって日銀がこれコントロールしてるじゃんと。その枠組みだけはなくなった。上がると思わないよ簡単に。うん、でも枠組みなくなったからこれから上がっていくんですよ。うん、マイナス金利政策も終わりましたしというような議論に持ってこうとしてるんだと思いますよ。りお確かめください